はい、皆さんおはようございます。今回は英語講座の第77回をやっていきたいなと思いますけれども、今回から新しい単元です。でちょっと重たい単元になりますので、ちょっと長い息の長い話になりますがやっていきたいと思います。その単元の名前とは比較という単元ですね。はい、中学校の中でも一番重要な単元の一つと言っていいと思いますが、比較ですね。比較って何っていう、比べるっていう字が書いてありますけれども、要は物を比べるときに使う表現のことを言います。なので例えばこのペンは、もう一個のペンよりも長いとかね、短いとかありますよね。これはこれほとんど同じ長さですけど、まあほとんど同じぐらいの長さとか同じぐらいっていうのも実は物を比較してるわけですから、これ比較表現で習う、ものなんですね。もしくは3つぐらい何かこうね、本を、3つぐらい並べてですね、この3つぐらい本がありますと。でこの中でこの本が一番分厚いとかね、そんな感じで比較をすることもできる。まあ、一番長いとか一番分厚いとか一番大きいとかいう時はこれ最上級って、一番上の級っていうふうに言うんですけれども、まあ、こんな感じで物を比べる、何々が何々より長いとか、もしくは同じぐらいとか一番大きいとか、そういうふうなものをですね、今3つぐらいのパターン言いましたけども、それらを扱うのが主にこの比較という内容になります。じゃあ今日はその中でもどれをやるのかというと、まずはこっちの方があっちより長いねとかいうふうな、比較、っていう比較級っていうね、のを習っていきます。はい、何々よりほにゃららっていう風な文ですね。それをやっていくのが今日の、内容なんですけれども、ポイント、まず入っていきましょう。形容詞足す er で than っていうね、単語を使えば比較級という風になります。はい、まず意味わからないと思いますけれども、まずはね、この形容詞っていうのは例えば、まあ、ここでもう出してますけど、tall ね、これは高い、背が高いとかいう意味ですけども、こういうのが形容詞です。背が高い、美味しい、まずい、広い、小さい、大きい、高い、何ですかね、他に浅い、深いとかいっぱいありますよね。そういうのが、まあ、形容詞ですと。で、そこの最後に、終わりにね、er っていうのをつけてあげると、より長い、よりほにゃららだって言えるわけですね。でもそれプラスですね、この than と書いてある、この単語を忘れずに書いていってほしいと思います。これが何々よりもというふうな意味になるので、この単語がないとですね、あ、比較してるなっていうことがよくわからない、ですね。なのでこの単語 than っていうね、単語もこれ大事にしておいてほしいなと思います。というわけでこの er と than がセットになって比較級だよっていうことですね。これを覚えておいてほしいなと思います。じゃあそれを実際に文に落とし込んだらどうなるのかっていうのを今回3つ文をね、見ていきたいと思います。まず1つ目、Tom is tall。 これは問題ないと思いますね。トムは背が高いですと言ってるわけですね。何ら問題ありません。じゃあそれを比較級ね、今言ってるのに、比較級ですから何々よりも高いっていうふうに言いたいわけですね。というわけで何々よりも高いっていうふうに言うときにはトムともう一人誰かがいないと比べられませんね。というわけでもう一人がここに出てきました。比較級の文です。見てみましょう。Tom is taller。 taller ね、taller になりました。 tall が taller になりました。で、than よりもっていう単語をつけてますね。で、me ですね。私よりもってことです。トムは私よりも背が高いです。っていうふうに言ってるわけですね。トムは私よりも、than がよりもですから、私よりも背が高いです。っていうような文章の意味になります。はい、これが比較級の文、例文一つですね。これがまず分かれば、ここの er ついてるよね。その後に than、than ってつけてるよねっていうのが分かれば今日はもう OK です。卒業です、今日のね、講座はね。同じようなことを2回目、3回目もやっていきますんで、見ていきましょう。で、2番目。My father is old、ね。これもちろん、私のお父さんは、年老いていますってことですね。まあ、その、高齢者なんでしょうね。はい。じゃあ、高齢者だっていうときに、誰かと誰かを比べたいときは、これ比較級を使うんでしたね。で、比較級っていうのは、er つけて than でしたから、次ここの比較級です。 My father is older。 older ね、 old に er ついてます。 older、 はい、 than、 はい、比較級なんでよりもって絶対ここつけてますね。で、誰よりも、年老いてるかというと my mother っていうふうに言ってますね。 my mother、 私の母親よりも私のお父さんの方が年上ですよ、年上ですよっていうようなことを言ってるわけですね。はい、というわけでここで er、 er 同じですね。で、than がついてますね。
で、その後で比べられているものが来ているわけですと。はい。なのでここは年齢の話をしていて、お父さんの方がお母さんよりも年上ですよっていうようなことを言うだけです。言ってるだけです。はい。どうですかね。ちょっとずつパターンつかめてきましたか。 ER、than、 これで OK ですからね。はい。で、次です。3つ目、 This bag is big。 はい。 This bag is big。 このカバンは大きいですと。はい。バッグとビッグがちょっと重なってるんで、分かりにくいかもしれませんが、紛らわしいんですけれども、このカバンは大きいです。大きいカバンですね。旅行カバンみたいな感じですね。いや、それとなんかこうセールに行った時にね、このカバンとあのカバンどっちの方が大きいかなみたいに比べる時、これを文章を使ってくださいと。比較級ですね。 This bag is、はい、bigger bigger bigger ってなってますね。 big に er、 これ実はね、 g を重ねてます。たまにこういうのありますよね。そのまま er つけたらいいんだけども、big って g が来てるので、もう一回だけ G を重ねて書いてくださいっていうパターンがたまにありますので、他にもそういうようなこと出てきましたら伝えておきますね。はい。なのでつけるのは GER になります。で、その後で than、 何々よりもですね。じゃあ何よりも大きいのかというと that one、 はい。This がこれでしたね。で、 that っていうのはちょっと向こうを指さしてあれっていう感じの単語でしたよね。なので、one、 これ何、これ一つっていうふうな意味になるんですけども、1、2、3の1ですね。だから1なんですけども、1つのものっていうふうな意味もあるんですよ。1つのものっていうことね。じゃあ、あの1つのものよりも大きいっていうのは、じゃあつまり何を比べてるかっていうと、もちろんカバンのことを比べてるんで、あのカバンですね、これ。あのカバンよりもこのカバンの方が大きいよって言ってるんですね。あのカバンよりもこのカバンの方が大きいですというふうに言ってます。はい。なんでこの one っていうのはですね、よくこれから出てきます。はい。何を指しているのっていうと、その前に出てきた、名詞を指します。名詞って何、名前のことですね。 bag、 このカバンのことを指してますので、この場合はこの one って書いてますけども、これはイコール bag ですよということです。もちろん他の文になると one の内容が bag じゃなかったりしますよ。例えば、ペンになったりしますし、 book になったりしますし、iPhone になったりしますし、ということで1っていうのは何にでも化けることが可能なんですね。でもそれ何に化けてるかなっていうのは、この前の文章の名詞を見ないとわからないっていうことです。はい。というわけで、この文章の意味は、このカバンはあのカバンよりも大きいというふうな意味になります。はい。今日はですね、この3つの例文出しましたけども、一番大事なことは何か、 ER をつけてくださいね、比較級にするときはね。で、ER するだけじゃなくて、than、ね、than、何々よりもっていう意味になりますので、この2つを書いてセットで比較級になりますというところをがっちりと押さえてもらってですね、比較級の、スタートダッシュを切ってほしいなと思います。ちょっと息の長い単元になりますので、比較っていうのはちゃんと積み重ねて学習していきたいと思います。はい。というわけで、今日は比較級をやっていきました。次回はね、最上級をちょっとやってみたいなと思いますので、また今日も内容も復習しておいてください。はい。では今日は以上になります。ありがとうございました。